皆さんこんにちは。広島大学准教授の宇島和人です。研究員の山下幸男です。それでは、ここでは広島大学が制作提供しております UD ブック教科書についての説明を申し上げます。それでは山下さん、よろしくお願いします。お願いします。こちらに資料を映しながら説明をさせていただきます。まずはじめに UD ブック企画についてご紹介をさせていただきます。私ども宇島研究室では令和元年から令和3年度まで PDF と EPUB を用いた EPAD という音声教材を提供しておりました。さまざまな方に使っていただく中で、いろいろな機能の追加や新たな機能への期待についてお声をいただき、令和4年度から UD ブック企画として新たに UD ブックを提供しております。新しい機能としては、例えば原本と同じようなレイアウトで表示している固定モードで読み上げができたり、教科書を開くように見開きで表示がされる、また振り仮名はひらがなで見ることができるなどの機能が期待されていました。またギガ端末の 99% を占めている iPad や Windows、Chromebook でも UD ブックを見ることができたり、学校ではなかなかインターネットや使える機材が制限されることもあるかと思います。そのような中でも環境に左右されずに切れ目のない利用ができるということを目指して UD ブック企画を制作しております。そうですね、3年間ePad を、制作提供していたわけですけども、まあ、子どもたちに利用していただく中で、まあ、新たに見えてきたニーズに沿わせた形で、UD ブック企画というのを、まあ、策定したということになりますかね。はい。では具体的にどのようなものが UD ブック企画であるかご覧にいただこうと思います。 UD ブック企画は、まずこちら左側ですね、本、原本の本、教科書などとほとんど同じようにテキストや画像を配置した固定モードというモードと、はい、今度は右側こちらです。教科書の画像などは省略をして文字だけを表示させる行写しモードという2つのモードから構成されています。また UD ブックでは振り仮名表示機能や読み上げ機能が搭載されておりまして、表示されるこの文字や、文字などは文章を見る子どもたちが見やすいものに変更ができるように設定することができるようになっております。このような UD ブック企画ですが、データ管理機関から提供されている PDF から複数の情報に分割をして制作を進めています。それぞれ背景にあたる画像や小さな見出しなどの画像、そしてその上に載せているテキストなどに分けることができるようになっています。そのため、もし何らかの理由でですね、情報が一部流出してしまったとしても、この3つが揃わない場合、また UD ブックを閲覧する専用のソフト機械がない場合は、誰でも自由に見ることができる状態ではないということで、セキュリティ面でも、保証をしているというところになっています。そうですね、容易に再現できないというところが一つセキュアがセキュアな企画になっているというところですかね。はい、では具体的にですね、 UD ブック教科書についてお話をさせていただきます。先ほどご紹介したような UD ブック企画で制作された音声教材である教科書について UD ブック教科書というふうに呼んでおります。この UD ブック教科書は小学校で使っている教科書から高等学校で使っている教科書まで、すべての教科について制作が可能になっています。ただかなり多くの冊数が見込まれるというふうに考えられますので、効率の良い制作、また皆様にあまりお待たせをせずに提供ができるようにですね、段階的に申請を受け付けたり、また100ページを超えるような
たくさんのページのある教科書については半分ずつなど部分的に制作をして提供をしているというような工夫を行っております。そうですね、特に、令和5年度からは、部分納品といって、まず前半部分を制作して提供するといったような工夫をしておりますので、まあ、以前に比べるとお待たせする時間を短縮できているかなと思っております。では、ユーディブックの機能についてご紹介させていただきます。まずこの画面は iPad の画面を表示しております。iPad ではですね、専用のアプリケーションがありますので、そちらを、起動していただいて、教科書を見るこの書棚のような、はい、ページを開いていきます。この中から自分が見たい教科書を選んで教科書を開いていきます。現在見ていただいているのが固定モードというモードになっております。原本の本や教科書と同じようなレイアウトで表示がされているモードです。このモードの中であっても読みたい場所をタップするとタップした場所から機械が読んでくれるという機能がついております。このように屈折以上の矯正はとても大切なことなのです。遠近両用メガネ。遠近。これ縦書きでも、原本、のね固定モードで読み上げますので。この機能はかなり、国語や道徳などでは、評価が高いところですよね。そうですね。また読んでいる場所をずっとハイライトでですね、この黄色い色が動いているのが見えたかなと思うんですけれども、ハイライトで読んでいる場所を示してくれるというような機能も公表いただいております。両用メガネ、遮光メガネ。次に振り仮名の機能についてご覧いただきます。このような様々な設定のができる画面があるんですけれども、今回この中から振り仮名の設定についてご紹介させていただきます。先ほどまで、教科書固定モードの中には振り仮名がなかったのですが、現在先ほどの設定で振り仮名をオンにしましたので、漢字の上にはひらがなで振り仮名が振られているという状態です。この振り仮名は今はひらがななんですけれども、設定を変えるとカタカナに変えることもできるようになっています。すべての漢字に振り仮名が振られている状態です。プリズムメガネ、遮光メガネ。このように本文ではない小さな見出しであったり、まあ、教科書であると、図や表の説明が当たるかと思いますが、そういう本文以外に当たる場所もタップをすると読むことができるように設定をしています。実際には緑色の枠でここは読めますよというようなヒントをお示ししておりますので、ぜひお試しいただいたらと思います。そうですね。我々としてはまずこう本文はずっとこう、連続的にこう、ね、流して読んでいくと。で、その中にちょいちょいこう、欄外の情報が、読み込まれてしまうと、ずっと通して読むときにこう理解することが妨げてしまうので、まあ通して読むのは、読むということで本文という扱いで読んで、その他の、本文以外の情報は読みたいところを押せば読むというふうに、制作の際に、作りかえ、仕分けているということですよね。はい。では次にもう一つのモードですね。行写しモードをご紹介します。県営法好きや。こちらの R のボタンを押すと、今青色に表示されていますが、背景の色や先ほど申し上げた文字のサイズを自在に変えることができる行写しモードを示すことができます。原本の教科書だったり図書と並んで同じページが見えるようになっているというあたりがかなりご好評いただいている点です。
この上写しモードでも同じものを見るときに目を細めるというのは何らかの屈折異常がある。屈折異常がある。屈折異常がある。まだまだいろいろな機能がありますが、この動画ではここまでとさせていただきますので、ぜひまたいろいろな機能も皆様見ていただければと思います。では、この UD ブックなんですけれども、UD ブック教科書は授業中に使うことができることをコンセプトに、さまざまな機能を考え搭載しております。実際にアンケート、利用者アンケートを取らせていただいたところ、学校でも家庭でも活用しているということが分かるような結果が得られました。特に学校の中はですね、場所もとてもこう多様で、多様な場所で活用していただいてまして、通常の学級だけではなく、通級指導教室や特別支援学級、特別支援学校など小集団や個別の指導が中心に行われるような場所、また集団での指導が行われるような場所、どちらでも活用されているということが、アンケートの結果から見えてきております。ではここから UD ブックの申請方法についてご紹介させていただきます。どうやったら手に入るんでしょうかというところです。まず UD ブックのご利用をぜひご検討いただきたい子どもたちの状況についていくつかご紹介します。はじめにですね、音声教材、こちらはもう皆さんご存知の通りですね、発達障害等によって教科書へのアクセスが難しい子どもたちに提供しておりますので、利用にあたっては何らかの障害の医学的な診断であったりとか心理検査等の結果などは必須ではありません。例えばですね、教科書やテストなど初めて見る文章を読もうとした時に読めない漢字が多かったり、クラスメートと比べると読み方がたどたどしいっていうような様子がある場合には、ぜひご検討いただけたらと思います。また、UD ブックには先ほどご紹介したような振り仮名の表示機能もありますので、振り仮名を表示させたり書いてあげることで読むことへの役に立てる場合もあるかもしれません。また、音声読み上げ、合成音声になりますが、で読み上げることで内容を理解しやすい様子がある場合には UD ブックの読み上げ機能がお役に立てるかもしれません。ただここではですね、この合成音声というものに苦手意識を感じない、読みの不自然さを受け流すことができるというようなことが求められているのでご注意ください。最後にですね、先ほどこれまで皆様もご存知の通りですね、デジタル教科書というものがございます。デジタル教科書の中にも同じように読み上げをするような機能、振り仮名を振る機能というのはございます。デジタル教科書が発行されていて使えるぞという場合はそちらをご活用いただくのが良いかと思いますが、例えば発行がない場合、また同じ閲覧ソフトの中で複数の教科書を見たいというような場合は音声教材、または UD ブックがお役に立てるのではないかというふうに考えております。そうですね、特にこの読みのあたりの捉え方ですけどもね、我々としては、この初見での様子っていうのを非常にね大切にしているところです。同じ教材を何回もこう練習していると読めるようになっていくっていうのは当然といえば当然のことなんですけどもね、やっぱり我々が実際こう読みを試される時っていうのはおそらくそういう機会は少なくって、試験だとか、その他さまざまな世の中の読み物、福井もそうですけども、大体多くの場合は初見での読みっていう力を求められますのでね、そのところで、判断していただくのが一番、適切かなというふうに考えているところですね。またこのようなですね、 UD ブックと音声教材申請時の評価項目というものが挙げられております。
こちらは文部科学省の方から提示されているような内容になっておりまして、音声教材を作っている制作団体すべてで統一で求められる評価項目かなと思いますが、 UD ブックも同じようにですね、教科書等を初めて読んだ時に一つでも当てはまる様子があればぜひご申請いただければというふうに考えております。具体的な申請方法については Google などの検索サイトからですね、 UD ブックというふうにキーワードを入力していただいて、このような緑色のホームページ、一番上にヒットすると思いますので、アクセスしていただければと思います、はい、ぜひお願いします。具体的には5つの段階で申請の流れが完成しております。まずは、さまざまな、先ほどの評価項目などを使って、児童生徒さんの様子を評価していただいたり、学校内また保護者様と、いろいろな情報の共有や調整をしていただく段階です。この中で UD ブック教科書について、使ってみよう、またこのというようなお話になりましたら、利用する教科は何にしようか、また、使用する機械やインターネットの活用についてはどうしようかというような具体的なことを学校内でお話を進めていただければと思います。ここまでお話が具体的になりましたら、利用申請をしていただきまして、教材の取得や機材の準備というようなところになっております。そうですね、現在ではこの音声教材を使う時のその学校の ID ですが、利用者の ID っていうのはこの音声教材の制作団体ごとに振られていますよね。ですからここで私どもが、制作する作成してお渡しするのは UD ブック教科書用の学校 ID と利用者 ID ということになりますので、その点はね、お気をつけてあげたらと思います。またですね、こちらは児童生徒さんの申請の流れとなっておりますが、同じように実は指導をされる指導者の方も UD ブック教科書を申請いただくことができます。例えばどんな方が指導者になるのかと申しますと、まず一番最初に思いつく児童生徒を指導する方、担任の先生や担当の先生、教科担当の先生方になるかと思います。また、この UD ブック教科書を使ってみようかなというような、まずまだ検討段階ですね、考えている途中の児童生徒さんを指導するような、また相談に乗るような先生方もこの指導者というところに当てはまるかと思います。さらにはですね、実際に指導をするというよりも教育相談等でですね、この音声教材を紹介したいなというふうに考えているような教育関係者の皆様だったり、医療関係者の皆様であったり、児童生徒の皆さんに関係する皆様は指導者としてこの指導者用の UD ブック教科書を申請することが可能です。そうですね、ぜひこういうところでご申請いただいてね、使っていただいて、そして、このやっぱり UD ブック教科書、結構教科書を読むのに役立つぞとなったらば、申請をねいただけたらと思いますね。くれぐれも、指導者用で、取得している音声教科書を定常的にですね、子どもたちが利用するっていう状況はあまりよろしくない、まず状況かと思いますので、そこのところですね、気をつけてあげたらと思います。ぜひ利用者様の登録をしていただきたい理由の一つに、利用者様専用のマイページというものを作っております。この中では教科書の情報が見えたり、また UD ブック教科書を入手するためのさまざまな専用の情報を入手できるような状態となっておりますので、こちらは、申請をいただいて利用者 ID が発行されると中身を見ることができるようになっておりますので、ぜひご申請ください。具体的にですね、この UD ブック教科書の、取得方法であったりだとか、それらを説明した動画等について先ほどのホームページにもご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひご覧いただければと思います。資料の中に UD ブックに関連するホームページとして UD ブックのホームページと UD ブックサイトというところを表示しておりますので、もっと詳しく知りたいな、導入を検討していますというような方はぜひアクセスしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。
このサイトの中から申請前であったとしても無料でサンプルの教材を見ることができるような練習用教材等をご用意しておりますので、ぜひお試しいただければと思います。さあ、実際活用の状況をね、さあ見ていきましょうかね。はい、UD ブックの活用についてなんですけれども、先ほどご紹介したアンケートの中でどのような学習効果があるか、読むことの助けであったりだとか内容の理解というような点についてアンケートを行いました。利用される児童生徒さんの状態によって効果があったか、多少効果があったかっていうような評価は変わってきておりますが、以前よりも悪化した、読みにくくなったというような回答はありませんでした。また同様に学習意欲についても、読むことが楽しいか、またテストの点数が上がったかっていうようなことをお伺いしておりますが、こちらももちろん効果に人それぞれ差は出てきておりますが、以前よりも悪化した、点数が下がってしまったというような回答はなく、この UD ブックの活用については児童生徒さんお一人お一人の状態によって効果のあるなしは変わってくるかもしれませんが、今よりも状態が悪くなってしまうということは考えにくいのではないかというふうに考えております。そうですね。ですので、ぜひ、お気軽にというとちょっと、語弊があるかもしれませんが、 あまりね、敷居を高くせずに、まずは使ってみようといったあたりのね、判断で、申請いただいたらよろしいかなと思いますね。はい、また具体的にですね、どういうような使い方をしているのかということで、例えば漢字の習得がなかなか難しい、またカタカナをスムーズに読むことが難しい時があるというような児童生徒さんの場合、音声はあまり使わない、音声読み上げの機能は使わないんだけれども、このリフロー、R のボタンを押して行写しモードを表示して、振り仮名を見ながら教科書を読んだり音読をしたりというような使い方をされていることもあります。そうですね。特にこの、R っていうのはもともとこのリフローの R なんですけどもね、その行写しモードだと文字の大きさを、自在に大きくできますし、背景と文字の色を自在に設定できますのでね、特に低視力の方にも利用しやすい、機能かと思いますね。はい、この振り仮名モードなんですけれども、先ほどのアンケートの中でも音声も利用しますが、固定モードの中で振り仮名、ひらがななどの振り仮名を振って利用しているというような方も多くいらっしゃるということが分かっています。次にですね、イラスト、教科書の中にはかなりいろいろなイラストであったりだとか、画像または、カラフルな配色もあるかなと思いますが、そういうような本を見ているとどこを見たらいいのかわからなくなってしまうというような児童生徒さんの場合は、こちらの画像のように、本文の色を変えたり、また、行写しモードの中で背景色や文字色、振り仮名の色を変更して自分の読みやすい色に変えて確認しながら読んでいるというような使い方をされていることもあります。特にこの振り仮名の色をね、行写しモードでは設定できるわけですけども、これもね、利用者からのお声で、振り仮名と、本文が同じ色だと特に、視覚でそのね、分離してこう構造、いい具合にこうまとまりとして捉えることが苦手な子さんの場合の、その振り仮名と文字とのその識別の、きっかけになると、ヒントになるというようなことがあって搭載した機能ですね。はい、また、iPad だったりタブレットを使うお子さんが多いですので、こういうピンチアウト、ピンチインですね、で画面を大きくしたり小さくしたり、集中して見たい場所を拡大して情報を制限しながら使っているというような使い方もあります。次に、実際に音読をしていると、なかなか注意集中が続きづらく、途中で教科書から意識がそれてしまう、何か別のことを考えてしまうというような児童生徒さんの場合、ハイライトの機能を上手に使っているというような事例もあります。ハイライトは、
左側に表示している1分ずつハイライトが動いてくれる設定と、このように段落で一つの塊で注目するべき場所を示してくれるような設定もありますので、児童生徒さんの、特性に合わせて注目しやすい方を選びながら使っているという状態です。そうですね、先ほど動画でお見せしたのは一番短い、ハイライトですよね。だから分節単位でのハイライトですが、こちらに示しているのは分単位で、右側に示しているのは、段落単位ということで、ハイライトの幅もこのように3段階で設定できますのでね、お子様の状況に応じて設定していただけたらと思います。最後に読み上げ機能を学習で使うということで、何度も自分で止めて好きなところから聞き直すことができるというようなことで、何回も聞きながら、読み方を覚えていくという使い方、また復唱をする際にこの読み上げ機能を使っているという児童生徒さんもいらっしゃいます。少し動画を見ていただきます。この設定画面の中には、この分節単位でハイライトが動く際に間合いという時間の幅を設定することができます。できるだけ長い時間間を空けながら機械が読んでくれることで、復唱しながら音読練習をしているという状況です。例えば今回は1秒に設定してみます。しかし網膜上にピントが合っていないと、今聞いていただいたのが1秒の間合いで、その後人の声で、復唱をするという状態です。まだまだいろいろな使い方あるかと思いますが、この動画ではここまででご紹介は終わりにさせていただきます。他にですね、また詳しいことであったりだとか、さまざまなご質問等がある場合はこちらの問い合わせフォーム、またはメールやお電話でご連絡をお気軽にいただければと思います。はい、それでは、以上で UD ブック教科書の紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。